こんにちは、気まぐり夫婦です。いつもご視聴いただきありがとうございます。じゃあ今日は玄関の紹介をしていきたいと思います。じゃまずね、このね、扉がね、磁石がくっつくようになってるんです。これが磁石で、一応なかったらこんな感じで、あったらこれはね、最初鍵つけるように置いてました。でもこれは傘立ての下の部分が余ったけん、二人のキーケースを入れるのにぴったりだということに気づき、私たちはこれを鍵入れに使ってます。これも磁石でくっついてるんで、まあ、硬いから今日は取らないですけど、結構しっかりしてます。じゃあ次はこちらの下をご覧ください。ここがね、なんかめっちゃ広いスペースがあるんだけど、ここに我々の趣味のキャンプのテントを入れる場所がなかったんで、ここの下に入れました。そしてスノーピークというのも出したので、来た人は大体このテントに反応してくれます。そしてこの上はこんな感じで、結構靴の収納はたくさんできます。まだ2人なんですけど、2人のでももう結構パンパン、まあ、一応売りたい靴とかサッカーの靴とか会社の靴とかいろいろ混ざっとるけどね。でこっちは、まあ、ちょっとね、このマスク入れのところは整理しようと思うんやけど、このね、下が長いものが置けるようにそもそもなってます。ちょっとこの棒は何に使うかちょっと謎なんだけど、一応傘立てと、ここにフックはもともと標準でついてます。なのでこの標準のフックに一応折りたたみ傘とか靴べらとかかけて、この下のプレートも標準で、お家を買った時についてたので、ここに、まあ、あの濡れた傘とかもね、直接置いてもすぐに水が捨てれるようになってます。で、まあ、我々のしていたスポーツ、サッカーとバレーのボールはここに収納して、土日に公園によく遊びに行ってます。こんな感じかな。次はこちらのエコカラット。本当は何にもない白い壁でした。エコカラットもこの鏡もないっていうのが標準装備でやったけど、オプションでここのエコカラットはつけました。でこの鏡もなんかサイズが選べたんですけど、このサイズは45センチぐらいかな、多分30センチだと割と狭い、このぐらいになるんで、まあ十分っちゃ十分やけど、45センチの方が割と、まあパッと見るにはまあ使いやすいサイズかなと思います。そしてね、まあ、このエコカラットはね、なんかいろいろ種類選べたんやけど、まあ、割とシンプルで、まあ、テレビの裏とも違うあのエコカラットを選びたいっていうのが私たちはあったので、この結構ノーマルなシンプルめのエコカラットを選びました。そして本当はここまで、この下のここまで、この入り口入るまでのここまでが本当はエコカラットのスペースだったんですけど、業者の方が、まあ、実際ここだけ白いのがちょっとかっこ悪いというか、まあ、こっちがなんかエコカラットがここまで長い方がかっこいいですよという提案もあったので、ここまでサービスでこのふまつけてくれました。で、まあ、ここのねコンセントはね、見てもらったら分かるんですけど、
ここが人感センサーになってるので今消えてる状態です。でここに、まあ、人が廊下の、まあ、途中ぐらいまで近づくとこんな感じでついて、まあ、これをねつけっぱにしておくこともできます。あとは廊下の電気と、あとポーチっていうのがこの玄関の外の共用部分もついてるんで、このポーチをつけると玄関の外の表札のところかな、あの合室のところが光るようになります。 OK。 なんであんまりわからないですけど、暗くなったら割といい感じの雰囲気になります、まあ、この電気は実家で寝てたやつをちょっと拾ってきて、ここにとりあえずつけたっていう感じです。で、まあ、これダブルベッドのサイズで大体今ぐらいです。本当はね、本当は今こっちにタンスを置いてるんですけど、ここがなかったら割とベッド置いても全然、もうちょっと広かったんですけど、なんせウォークインクローゼットがそんなに広くないんで、この服たちを入れる収納スペースがないということで、このタンスたちを、これもまた実家とかから持ってきたやつです。そしてこのベッドの紹介に行きましょう。この羽毛布団は最近、めっちゃ最近買ったやつで、これはね、あれからね、今シーツに入ってグレーやけど、もともともこの色だほぼ一緒。これが羽毛布団で、これにさらにシーツをかけて使ってます。これもね、到着した時はもっと一旦こうやったけどね、今もなんか時間経って羽毛に空気を送り込んだら、こんなにもふわふわでめちゃくちゃあったかい、夜めっちゃあったかい、最高です。で、この下に羽毛布団、これもちょっと家にあったやつやけど、京都西川書いてます。だからめちゃくちゃあったかいです。まあ割と分厚いやつを買って引いてます。で、マットレス自体はこのぐらいの分厚さで、これだけあとちょっとコイル感があって寝るときに痛かったので、ここ実はこの間にトゥルースリーパーをね買ったんですよ。このトゥルースリーパーがね、最高に気持ちよくてね、寝るともうこのものには戻れませんという感じです。で、これもなんかね、洗うことができんらしいけん、なるべく汚さないようにということでシーツを敷いております。はい。で、このベッドは、どこやったっけ、忘れた。あ、そうそう、あそこで買ったんやけどさ、ここの下には一応2つ目引き出しが はい、あります。まあ、この引き出しはね、このベッドの半分ぐらいのとこらへんまで一応長い引き出しやけん、ちょっとあんまり恥ずかしいけん、あんまりたくさんは開けれんけど、一応引き出しが2つあるんで、ここにシーツの替えとか、まあ、いらないタオルたちを収納で、話してます。
あとここにいろいろな物が置けたりとか、いつもここに充電器挿して寝てます。終わってしまったんで、本当はこんな感じ。まあでも、まあね、刺してしまって、もうこうしてしまえばわからんやろっていうことで、まあ、このままに修理せずこのままにしてます。はい。で、この辺は結婚式で使った知り合いの方からいただいたウェルカムボール。これもサプライズで全部。リガちゃん人形の電報が届きました。本当にありがたいですね。そして寝室の最大の難関だったカーテン、これがね、本当はリビングとか隣の部屋はカーテンレールを自分たちでつけたんですけど、ここはカーテンレールがボックスもなくてつけれないって気づいて、まあ、そのカーテンをね自分でつけないけんってなって、でここに実はねこの突っ張り棒2つ、ちょっと太めの突っ張り棒とこの細めの突っ張り棒2本を入れて、カーテンをこのレール、なんかこの透明とこの白の、これ100均で両方とも買ったんですけど、このリングフックみたいなやつにかけて、ね、コロコロできるように一応ね閉めたら、まあ、割と普通にカーテンじゃカーテンになる。どう普通のカーテンに見えるっしょ。そう意外とね、400円ぐらいかな。カテネルコよりむしろ安かったっけ。よし、ということにしましょう。あとはね、まあ、もう一個の部屋にはエアコンついてないんですけど、リビングとこっちの寝室にだけエアコンをつけるようにしました。まあ、ただ冬も今も布団があったかいけん、こんなにそんなに使ってはないけど、まあまあいざという時に、あと夏はやっぱないと死ぬけん、まあ、しないようにエアコンをつけました。あ、そう、閉めたらこんな感じ。じゃあ我が家の最大の収納できるワークインクローゼット紹介します。あ、どんだけ広いのでしょうか。で、これはね、移したいけど、ちょっとあんまり綺麗じゃないけん、ちょっと自粛します。中はこんな感じ、まあ、スーツとかコートは向こうの部屋にかけてるね。なんか洋服とかタンスに入れてないかけるようなもの入れてます。でね、ここがね一応こうバッテンみたいになってるんですけど、奥がね、やっぱりもうちょっと背伸びしないと届かないぐらいですので、そんなに今言うて使うやつは入ってないと、ほとんど使わない結婚式の人とか、そういうやつばっかり奥に入れて、あとね、最大のね、このベッドスペースは、ね、下にこれ単層の2つプラスチックのやつ、まあ、持ってたやつをそのまま入れたっていう、まあ両方とも引っ張って開けれるから、ここにこの形で入れたっていうのがあるんですけど、ここのね、この左下がねやっぱりめちゃくちゃデッドスペースなんですよ。まあ、今ちょっとバッグ入れてますけど、デッドスペースすぎて、まあ取りにくすぎて何も入れてないっていう、まあ、この収納のスペシャリストみたいな人だったら綺麗に入れれるんでしょうけど、私はちょっとそのスキルがまだまだないので、何かあと上のね、ちょっと今映せんですけど、この上のね隙
ペースの、 あのいい収納方法があれば皆さん教えてください。お願いします。はい、じゃあ次は洗面所とバスルームがある扉を開いていきましょう。はい、じゃじゃん、こんな感じです。この家のね、やっぱ家買って一番いいなと思ったのが洗面所がめちゃくちゃ広い。一人で買っておったから二人で買ってもね、余裕で歯も磨けるし顔も洗えるし、まあ、ただ鏡が大きいので掃除は結構大変です。水垢目立つけど、まあね、やっぱり快適。あと掃除が、この洗面台のね、掃除がめっちゃしやすい。なんかね、汚れたらこう頻繁に拭き受けば全然汚くはならないのでいい感じです。あとはアルコールスプレーとこの白の洗剤、これね、友達からもらったんですけどね、ホワイトリリーの香り、クレイハンドソープ、めちゃくちゃいい匂い、めっちゃおすすめです。これ超いい。あとはまあちょっとアクセサリー入れとか、ちょっと葉っぱ置いてます。あとね、ここがね、そんな遠くからでいいけどねなんかね、本当はね、ここステンレスの、あの、何やろ、上から全く見えないこうツルツルの銀のやつがここに入ってたんですけど、まあ、上から見えんのはいいっちゃけど、なんせね、髪の毛がめちゃくちゃ掃除しにくくて、一回こう引っ張り出して髪を抜くっていう作業がちょっとあんまりやりたくなくて、これ楽天とかアマゾンで売ってるステンレスのこの、もうほんとキュッて取るだけ、髪の毛キャッチャーみたいなやつを自分たちで買って、これでね、多分500-600円かな。でこれに変えてめっちゃ掃除が快適になりました。なのでみんなおすすめです。そしてね、この鏡の後ろにはたくさん収納があります。まあ、ちょっとまだあんまり片付いてない部分もあるんですが、だいたいこっちが私の使うスペース、まあ、ちょっとここら辺スカスカまだうまく活用できてませんが、なんかアクセサリー類とかオイルとか入れてます。でここの上を開けると、まあ、ちょっと上に友達からいただいたまた白のね、ディフューザーとか、この中にあの柔軟剤とか、めちゃくちゃいい匂いの可愛いやつがいっぱい入ってます。ありがとうございます。で、まあ、ちょっとね、ここもあんまり近くで映したくないんですけど、まあ、この辺もね、使う化粧水とか、あとこれ下は歯磨きセットとか置いてます。あとね、こっちが旦那様の分の、髪の毛のセットの道具かね、もうこことかも空間のスカスカで、洗面所の最大のちょっと難点というかね、まあ、もうちょっとこうやったらよかったなっていうポイントがありまして、それがね、この洗面台の高さ。このね、洗面台の高さ、我が家は75センチ、私が大体157、まあ、持って7、まあ、もらんで 6.5 ぐらいなんですけど、それでこのぐらい、まあ、この足の付け根ぐらいで、これ75センチだけどね、本来理想の洗面台の高さっていうのが身長割る2+5っていうのが、その理想の洗面台の高さって言われてるらしいんですけど、なので旦那さんの身長からいくと大体90センチぐらいが理想で、私の身長からいくと85、80ぐらいが理想らしいので、まあ、私の身長よりの理想より低いということで、まあ、大体顔とか洗うとこんな感じ、こんな感じです。結構腰を、ね、同調の直角ぐらい曲げないとここの近くまでいけないので、まあ、それがちょっと困るかなっていうこと、あとね、引っ越してきて思ってびっくりしたのが、このね、蛇口ね、めっちゃいいんやけど、これね、
シャワーの切り替えがないんです。でここにねエコって書いてるけん、これがさなんか意味あるんかなと思ってシャワー切り替えれるかどうかを調べたんですけど、切り替えができないという蛇口だそうです。なのでシャワーができないので、こうやって洗う時とか結構不便なので、まあ、これに関してはシャワー付きにするか、まあ、シャワーのヘッドを、シャワーのヘッドをなんかその別売りのやつがあればね、そういうのをつけてもいいのかなというふうに思ってます。じゃあ、 あともう一個ちょっとこうやったらよかったなっていうのがこちら、この洗面所のねスイッチとコンセントの位置なんですけど、これねぱっと見わからんけど、こうやって入ってきてだいたいねだいたいここら辺とかさにあると思うんですよ普通パチッと。けどなんかめっちゃ探してもないみたいな、めっちゃ下にあるんですよ。だいたい入ってきたらあみたいな、めっちゃなみたいな感じになるんで、まあもうちょっと上にあった方が本来は理想でした。まあね、なんかもうちょっと2つあるけん、まあ、そんなに贅沢は言えんしね、まあ、曇り止めとかもあるんですけど、まあ我々はそんな曇り止め使わないので、今ここのコンセント切ってます。間違っていつもつけちゃうんでね。まあ片方だけつけたらこんな感じ、まあ、両方つけたらこんな感じ、まあ、両方つければ結構明るいので、あの準備とかも結構ね明るい中でできるんで快適に暮らせてはいます。で最後にね、この中の、まあ、ここもたくさん収納ができるようになってます。一応ここにはアイロンとかあのドライヤーとかね、まあ、クシとかも入ってるけど、まあ、もっとスカスカ、まあまあ有効活用できてない空間を。この下は私のまあ、メイク道具とか、あの温泉用のセットとかね、泊まり用のセットとか入れるやつと、ここは一応この前無印でファイルボックスを買ったので、まあ、このファイルボックスに入れれるやつは入れて、まあ、ちょっともうちょっとすっきり変えたいなっていうふうには思ってます。まあ、今からやね、もうちょっと変化させていきます。あとこのタオルバーは純正で付いてたものなんで、これはめちゃくちゃ便利です。まあこれタオルかけてなくても結構スタイリッシュなんで、まあ、このタオルバーもオプションで付けてもいいかもしれないです。でこの洗濯機ね、これは1年2年ぐらい前かないきなりね洗濯機が壊れた時に買ったパナソニックのものなんですけど、これはその時2年前は割とまあ最新ぐらいの洗濯機で、ドラム式乾燥ついてる、めちゃくちゃ便利。もう一回ねこの洗濯機を手に入れてしまったら洗濯干すとか乾かすとかもうめちゃくちゃ戻れませんで、この毎日掃除する場所としてはこんな感じかな。もうこのパーツとこのパーツが不便になるようになって、乾燥したらここにホコリが結構溜まるんで、このホコリをティッシュとか濡れた布で取ってあげて洗濯機を回してます。あとこの洗濯機のもう一個いい点が、自動で漂白剤とか、あ、間違えた、柔軟剤とか洗剤を入れてくれるんで、この柔軟剤とか洗剤っていうのもここに備え付けておけば、洗濯のたびに必要な量だけ入れてくれるというような仕組みになってます。なんで、ね、ここもあの全部パーツは外れるんで、これ洗わないと結構洗濯の垢とか、なんか洗剤の残りカスとか溜まって汚くなるんで、結構操作もこれねめっちゃ簡単で、なんかおしゃれ洗いとかおしゃれ着洗いかとか、その洗剤の量とか設定できたりとかもいろいろできるんで、まあ、あんまり使いこなせてはないんですけど、めちゃくちゃ便利な道
の式乾燥機です。これでだいたいね26万くらいだったかな、23万23万ぐらいかな、その時もうそこで買いました。あと11キロかな、この洗濯機は11キロ洗濯用は11キロで、乾燥が6キロか5キロぐらいだったんで結構入ってます、2人では。余裕で、あ、そうですかね。で、この洗濯機の横にあの風呂の蓋、そのお風呂場に蓋かけるとこはあるんですけど、あの湯船浸かるときに割と頭の後ろに蓋が来るのが、まあ、ちょっと邪魔なんであんまり使わないのでここにもう置いてます。あとはゴミ箱と、あとねあれだ、洗濯機のね下にこのフンバルマンっていう、これ入居してすぐ置いたものなんですけど、これ絶対あった方が便利。このフンバルマンっていうこの白いやつ、ここね、この白いのを4つ足の下にもともと置いて、そこにあの引っ越し業者の方に洗濯機を置いてもらったっていう感じです。なのでこの洗濯機の中に下に物が落ちちゃってもこうやって手を伸ばせば全然届くようになるし、なんかこの掃除も楽になります。あとはマンションとか一軒家とか、一軒家は行く、マンションの人とか賃貸の人とか、洗濯機の揺れとかすっごい振動が来たりするのをちょっと防ぐ、ちょっと弱めるっていう役割がこのフンバルマンにはあるらしいので、フンバルマン、値段忘れたけど結構おすすめです。するようになってるんで、この中の掃除もだいたい週1ぐらいでしないと、掃除しないと臭くなるんで、この排水フィルターのね掃除もだいたいしてあげると綺麗に維持することができます。じゃあ次にこの扉をね開いた後ろにこの戸棚があります。まあ、ここはちょっとあの下着とかね、バスタオルが入ったりしてるんで、ちょっとあんまりなんか見せれないんですけど、まあ、こう段差がね、お供え付けの棚が、可動式の棚があって、その高さも変えれるし、ここはね、扉がついてるんで見えないんで、中をそのまま物を直接入れてます。この扉さえなければね、あの無印のボックスとかで綺麗に分けてもいいんですけど、これがあるんで別に私たちはボックスには入れずに、そのままタオルとか、まあ、下着は別のやつに入れてますけど、そんな感じで収納してます。じゃあ今からトイレの紹介をしたいと思います。トイレはこちら、まず廊下にあるので、この電気と換気扇があります。パッと見はこんな感じ、で、このフロア、クッションフロアみたいなやつが、これも純正でこの色で、で、この壁はアクセントクロスっていう、もうクロスがそのまま標準でついてました。このね、ちょっと壁が一面色が違うだけで、やっぱり見た目が全然ちょっとシックな感じになって変わるので、これがオプションじゃなくて標準っていうのはすごくありがたいなと。この上の扉はね、あんまりなんかちょっと遠くから上はティッシュ、なんかなぜかティッシュをたくさんもらう機会があるので、
ティッシュとかキッチンペーパーの替えとか、あとトイレットペーパーの替えとか、あと女性用のね生理用品とかをストックしてます。まず一番何よりいいのはあのタンクレストイレなんで、まあ、狭がいいトイレなんでね、まあ、見た目がスタイリッシュっていうのと、まあ、機能性とかあの節電もね結構してくれるトイレなんで、タイマー6時間とか9時間とかで自分たちが使う時間だけ便座を暖かくしてくれたり温泉にしてくれたりとかいう機能もついてる優れものになってます。開けたらこんな感じ。そうで、あの掃除もしやすいです。この下の方には女性用のね用品と、一応あの便器ブラシと、ここ開けるとこんな感じで助手のできるようになってます。でここもあの今2本ね突っ張り棒手前と。奥に入れて、このねあのトイレクリーナーのシートを置く場所を作りたかったんで、まあ、ここにはあの袋と手洗いじゃない手袋ビニールの手袋も置いてます。こんな感じです。このスペースじゃねハンドソープ置くの狭すぎて、ここに貼れるタイプ買いました。でここに引っ掛けるのを、まあ、これ無印のソープボトルなんですけど、ソープボトルに入れて、まあ、ここですぐにハンドソープで混ぜるようにしてます。で、まあ、あのハンドソープの下がね床につくのが嫌だったんで、まあ、こうやってあの100均のグッズを使って拭かせてるという感じです。スリッパは無印のスリッパを使ってます。右と左左右どちらとも履けるスリッパで、まあ、割とサイズも私のサイズよりもだいぶ大きいんで、男性でも女性でもどっちでも履けるサイズのスリッパになって、これでねだいたい500円ぐらいかな。なのでとってもおすすめのスリッパです。でこっちの左側にはウォシュレットとトイレットペーパーとあの手洗いの台がついてます。まあ、この手洗いの台ももともとついているものなので、あのトイレしたら直接ねここですぐに洗っていけるのでとっても便利なものです。まあ、今後このトイレの、まあね、どこかにちょっと絵とかをね飾って、もうちょっとこういいトイレにしていきたいなというふうに考えてます。最後までご視聴いただきありがとうございました。今日は玄関と寝室と洗面所の紹介が終わったので、また次の動画は別の場所、ちょっとまだ場所決めてないんですけど、そこをまた上げていきたいと思います。また皆さん見てください。それではさようなら。ありがとうございました。こんにちは、気まぐれ夫婦です。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっと